はい、こんにちは。今日は2021年兵庫県立大学の問題です。問題はこちらです。括弧1、0小なりイコール x 小なりイコール2分の π の任意の実数 x でこちらの不等式を示せ。括弧には2直線 y イコール x、 y イコール1と曲線 y イコール 3x、 x は0から2分の π の範囲で囲まれる図形の面積を求めよ。括弧3はこの不等式を示せといった問題ですね。これは括弧3の結果を示すために、誘導がついているという流れであります。まず括弧1なんですが、これはグラフを書いてみれば明らかで、まず 3x のグラフはっていうと、0から2分の π の範囲ではこんなグラフですよね。で、2分の π の時にここ1になりますよと。で、これが y イコール 3x ですよと。で、y イコール x っていうのはどんなグラフかっていうと、この x が0における傾きが1になるので、この接線になりますね。この点におけるこの 3x の接線が y イコール x ですよと。つまりこれ微分すると、これコサイン x ですから、x0 を入れると、コサイン0、1。つまり、この0における接線のこの傾きは1ですよと。つまり、これが y イコール x になりますよと。これはこの点における接線ですので、つまり、このサイン x のこのグラフよりも上側に x っていうのが来ますよね。ということで、これがまず示せますよと。あとはこれなんですけども、π 分の 2x っていうのはこの点とこの点を結んだこの直線ですよと。これが、要するにこれ分のこれですね、傾き。2分の π 分の1ですから π 分の2になると。これが y イコール π 分の 2x ですよと。ということで、0から2分の π の範囲では、この直線よりも上に 3x があって、3x よりも上側に y イコール x があるので、これより大きく、これより下ということで 3x 挟むことができますよと。で、イコールが成り立つのはこの点とこの点だけですよね。ということで、0から2分の π の範囲では統合は不成立ということで、括弧1、グラフよりこんな形で示すことができます。で、括弧2なんですが、2直線 y イコール x、y イコール1と y イコール 3x で囲まれた部分っていうのは、要するにここですね。ここの部分ですよと。この面積を求めたいよと。これはこの長方形から、ここの直角三角形と、この 3x のここの0から2分の π までの積分した値を引けば OK と。つまり、2分の π 引く、ここはっていうと、ここは1ですね。y イコール x ですから、1の時1。ということで、ここは2分の1ですね。2分の1を引いて、あとは、ここの 3x。0から2分の π まで積分した値を引いてあげれば OK と。じゃあこれ計算すると、マイナスもこれ中に入れちゃうとこうなりますよと。これは cos x ですね。cos x 積分するとこれですよと。で、0と2分の π 代入すると、マイナス1ですね。こうマイナス1になるよと。ということで、2分の π マイナス2分の1マイナス1ですから、マイナス2分の3ですね。ということで、これが、括弧2の答えということになります。で、続いて括弧3なんですが、これ示したいんですけども、これは括弧1の結果を使うのかなって見てみると、これ3つですよね、これが。これは1、2、3、4つありますよと。じゃあ3つは、どれに対応するかっていうと、これ、要するにこれルートを取ってあげればこれになるよと。ルートを取って0から2分の π まで積分すれば、これが出てくるんだろうということなんですが、それ計算してみると、この値っていうのは、ルートを取って、積分すると、これがちょうどこれに対応するんですね。で、これがちょうどこれに対応するということで、あと、こいつが何なのかっていう話ですね。こいつは実は、今、括弧2で、ここの面積求めさせましたよね。で、ここに注目しろってことなんですね。要するに、ここの折れ線ですね。この折れ線に注目させるために、括弧2があったわけです。ということで、つまりこれは、どういうふうに考えるかっていうと、まずこれ3つあって、あともう1個はっていうと、この、関数を考えますよと。つまりじゃあこれ fx とでも置けば、つまりこの折れ線ですね。0から1の範囲ではこの直線。つまり y イコール x。0から1の範囲では y イコール x の直線ですよと。で、1から2分の π の範囲では、1から2分の π の範囲ではこれ。つまり y イコール1ですよと。この折れ線をじゃあ fx とでも置きましょうか。そうすると、この4つが出てきますね。つまりこの直線、π 分の 2x。π 分の 2x よりも大きいよと。3x が。これよりも上側に 3x があって、さらに 3x よりも上側にこの fx っていうのがありますよね。fx 以下。そしてさらに fx の上側にこの y イコール x っていうのがあるよと。ということでこれ4つ出てきますよと。で、この fx っていうのがこれに当たるわけですね。で、あとはこれで、求めていけば OK と。今これが X が0から2分の π の範囲ではこれが言えますよと。ですので、あとこれルートを取ってあげれば、これのルート、
俺のルート、俺のルート、俺のルートですよと。で、これで0から2分の π まで積分すれば OK で、まあ、0から2分の π のルートの、まあ、ルート π 分の2を外に出すと、このルートの x の dx ですね。で、これより大きくこれ、0から2分の π のルートの sinx。で、さらにこれが大きくて、こうなりますね。で、あとはこれ、0から2分の π のルートの x と、こうなりますよと。あとこれ計算してあげれば OK で、まずここから行きましょうか。この値一緒ですので、まずこれ計算すると、これは、x の2分の3乗の3分の2ですね。の0と2分の π を代入するので、まあ、0を入れると0ですから、2分の π 入れると、これは3分の2かける2分の π ルート2分の π になりますね。つまりこれ計算して、ここで3分の π ルート、2分の π。これが出てきますよと。まあ、これの値っていうのがこれですよと。これが3分の π ルート2分の π と。これがこれですね。そして、要するにこれの値がこれですか。これのルート π 分の2をかけると、このルートの部分が打ち消し合って消えますよと。つまりこれが3分の π になるんですね。この値っていうのが3分の π ですよと。つまりこれですね。つまりこれとこれが今出てきましたよと。あとはこいつがこれになるよということが言えれば OK と。で、fx 今これですから、まあ、あとこれ計算しましょうか。これは、二つに分けてあげて、この部分っていうのは、まず0から1までの部分は x ですよと。ルートの x ですね。それから、プラスの1から2分の π までの部分では、ルートの1ですね。つまり1ですよと。こうなります。これ計算すれば OK で、これは x の2分の3乗の3分の2の0と1を代入したもの。こっち側、x になって1と2分の π 代入するので、これ計算すると3分の2、プラスの2分の π マイナス1。つまり2分の π マイナス3分の1ということでこれが出てきますね。これが2分の π マイナス3分の1と。ということになるので、これでこの4つ、これが出てきますよということで、こんな形で示すことができました。以上です。ありがとうございました。